か、さやだよ。さやりさチャンネルです。はい、今回はさやの毎日メイクを紹介したいと思います。イエーイ。春から夏への変わり目の、あの季節だと思うんですね。だから春にもいいと思うし、夏にも良さそうなメイクを最近はしてます。ちょっとアイシャドウも薄くなったし、明るく結構見えてるかなって勝手に思ってるんですけど、ちょっと参考になれば嬉しいんですけど、このメイクをスタート。はい、じゃあもうね、ちょっとすっぴんなんですけどメイクしていきたいと思います。でもちょっと眉毛はちょっとね、剃りすぎてもうたので、お手柔らかに、いいですか。はい、じゃあまずはカラコンをつけます。フランミーの桜ロールを使ってます。こういう感じの色です。あ、やばい、手相見えちゃう。はい、つけれました。右、左、真ん中。あんまり大きすぎてもちょっと白目がなくなっちゃうので、こんくらいに最近はしてます。そしたら次はダルバエッセンシャルスプレーセラム、顔全体に塗ってます。これはどっちかっていうと、あのメイクのりを良くするので、それで使ってます。結構最初に保湿してからしないと白のポロポロ出ちゃったり、私も混合肌なのでそこ難しいところなんですけど、それしなくてもちっちもこれでポーってやったら結構良くなります。じゃあめっちゃつけちゃいます。あのこことかにも、そしたらちょっと急ぎ目に切ったね。これ指紋に認知しないでくださいね。このクリオのキルカバースキンフィクサークッション、これを塗っていきます。下地はつけてないです。つけていきます。で、おでこは奥まで、この辺はつけないです。で、ここも、この辺もつけないです。この辺まで、こっちもこの辺まで。で、境目はちょっと手でボン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 って、うちはいつもなじませてますね。こんな感じで。めっちゃ白すぎに見えちゃうけど、はい、まあ、いろいろやったら良くなりますよね。そしたらティルティルのコンシーラーを使います。多分一番明るい色だったと思うんですけど、こっちの方を取って、クマと鼻の先と、あとここなんかこうめっちゃ黒くなっちゃうじゃないですか。それだと鼻がでっかく見えるので、そこの茶色いとこをやって、手とかパフで伸ばしていきます。じゃあ最初ちょっとだけパフでやって、その後手でぼかしてます。こんな感じ。そしたら手でぼかします。はい、こんな感じです。右、左、真ん中。はい、じゃあパウダーはちょっと今やっちゃうとよれちゃうので最後にやります。で、次は眉毛やります。はい、眉毛は汚いエクセルのタナエクセルハイライトブロウコンパクト、なんかこれもうワンチャン売ってないかもです。はい、眉毛やりました。なんですけど、ちょっと今育成中なので、ちょっとこの眉毛の名はちょっと、すいません、深夜テンションでちょっと削りすぎちゃって、もう生えていくので安心してください。細眉はね。次はアイシャドウを塗っていくんですけど、デイチークのシャドウパレットシャープ11チョコレートファッジ、名前かわいいですね。ちょっとお腹が空いてくるのはやめてほしいんですけど、はい、これの汚いの、これをまずアイホール全部、目の上も目の下も塗ります。
まあほぼね見た目は変わんないかもだけど、こんな感じ。そしたらこの結構細いブラシで、この一番濃い茶色、この色を使って涙袋の線を描いていきます。こうやってやりながら描いた方が個人的には描きやすいかなって思います。はい、ちょっとね怖すぎるんですけど、こうやって見たら。でも後で綺麗にシャンってなるので、ちょっと安心してもらって、はい。さっきこっちの色を塗ったと思うんですけど、こっちの真ん中の色、上の真ん中の色をまた目のアイホールと下のアイホールに塗ります。はい、塗れました。そしたらこのコスメデコレットのフェイスパウダー00番ですね。ちょっとこう隙間ここに開けて、ちょっとこうやってやったらここにね粉が多めに出てくると思うんですけど、これをこの筆で取りながらアイラインを塗る位置に塗ります。これ結構位置的にはアイラインが崩れにくくなってると思うから、これやってます。ここにね、あと多分この目の下の三角ゾーン、私アイシャドウこれから塗るんですけど、そことかもなんか落ちやすいじゃないですか。そことかにもじゃあ塗ってます。そしたらアイラインなんですけど、ヒロインメイクのブラックブラウン、これを塗ります。うちは結構垂れ目長めに引いてます。ちょっと長すぎるって言われることもよくあるんですが、それで引きます。はい、アイラインできました。こんな感じです。右左真ん中、いつも第一関節くらいですかね、長そしたらまたここの一番濃い色で、この切れ味のある筆でこのアイラインを引いたこの下、ここここに、なんかガチャピンムックみたいな、ここに三角ゾーンを描きます。結構釣り目改善されると思ってます。結構釣り目はもうアイラインでごまかしてるけど、はい、はい、こんな感じで三角ゾーンかけたと思います。右左真ん中、はい。そしたら次はビューラーでまつげを上げます。そしたら最近ちょっとマスカラを本当に先週くらいから変えたんですけど、エチュードのカールフィックマスカラグレーブラン、ちょっと前まで一応使ってたのはこのヒロインマスカラのボリューム&カールマスカラの01番。こっちは結構でもダマとかにもなりやすかったですね。こっちは色がとにかく可愛いです。こういうね色なんです。わかるかな、ちょっとね、わかるかな、
感じなんですよ。こういう感じ。あ、このこっち分かりやすいか。可愛くてこれね。はい、じゃあまつげできました。こんな感じ。いい左なんか最初に塗ったね、濃い涙袋の線をちょっとねぼかしていきます。でね、時間経ってこのちょっと粉がなんか浸透してちょっと線だけ残った感じっていうか、そうしてからちょっとぼかすみたいな。そうするとなんか残る、落ちにくくなるし、まあいい感じになります。とにかくちょっとだけ調整します。怖くて落ちちゃった。はい、そしたらまあ何も変わってないじゃんって思うかな。アイシャドウをこの色取って、もう一回最後塗ります。この目の上とちょっとだけ下ね、下はちょっとだけ。はい、こんな感じです。右、左、真ん中。そしたらラメはまあ塗らない日もあったり、ちょっと違うやつ使ったりとか、ちょっといろいろなんですけど、今日使うのは美容液ラメライナークリームイエロー、ボリカちゃんのやつを。はい、じゃあ目の下の涙袋のところに塗りました。そしたらアイメイクは完成です。そしたら次はハイライトを塗ります。ハイライトはいつもどっちかを使ってます。 MAC のミネラライズスキンフィニッシュライトスカペードか、ディオールバックステージフェイスグローパレット004番のローズゴールド、どっちかを使ってます。これかここの色、どっちかを使ってます。今日はディオールを使いたいと思います。これはかれこれ結構使ってるけど全然減らない。めっちゃすごい。こっちもめっちゃ減らない。あ、ずっと使ってる。ここに塗ります。結構めっちゃたくさん塗ってる。あとはここ頬の高いところと顎とおでこに塗ってます。じゃあ輝きを見せたいと思います。右、左、真ん中。結構これやるだけで鼻が明るかな、が細く見えるの明るか。これ結構やってますね。顎は結構中顔面が短く見えます。ここにこの上の方、どっちかってに塗ることでなんかここまでみたいな感じでなんか錯覚されがちです。結構いいかも。
面長のうちのマミーも使ってます。そしたらインベンターのエチュードコントアパウダーフェイスカラー、100均のその辺の筆シェーディングをしていきます。これ結構鼻変わるんですけど思ってやってるんですけど、これのあのこんくらいにします。こんくらいで取ります。あのここにこうでこうやってやる。でここがこうやってやった時にあのここよりあのこれが太かったら最近は守れないかなって思ってるから、こうやってフィットした時にこのここがよりあのちっちゃいやつ、そうするとここは残るので、でこうやってやります。ふんわりね、線とか線引いてぼかすとここを強調してるみたいで嫌なんですよ。ここの線濃くなるけどここはなんか白いみたいな、自分鼻太いですよって強調してるのも嫌だしみたいな。あとここは安定にやります。ちょっと太れば太るほどここ濃くなっていくんですけどここを塗りますね。あとこことかこの辺も最近塗るようにしてます。おでこ結構も広いのでここ全部囲ってます。もはやはい、こんな感じで右、左、真ん中。ちょっとね、なんか色黒ってつけすぎちゃうって思ったと思うんですけど、まあ前髪隠したらまあ意外とねそんなに大丈夫だと思ってます。ちょっと濃すぎたらあの DM で連絡ください。次はチーク塗っていきます。そしたら NARS のチークなんですけど、アーインヒビデッドブラッシュデュオ、これですね。こっちの色か、もう一個はオレンジみたいな感じだったんですけど、なんかさ固めの方がさ良くない、こういう感じ。塗るとこはほっぺと鼻とちょっとおでことちょっと顎に塗っていきます。ここだけ塗ったらなんか鼻だけ目立っちゃうような気がして、なでかい鼻目立たせてもあれかなと思うので、右、左、真ん中、まあ、ちょっと塗りすぎくらいがちょうどいいかなって思ってます、勝手に。で最後パウダーなんですけど、パウダーはなんかもう塗らない日もあります。なんかよれちゃったりとかするから、でもテカって見えちゃう時もあるんですけど、はい、さっきのやつ薄めに、この辺はあの塗ったらお直しがなんかできないから、まあこことかはやんない。おでことかね、ちょっと多めにしっかり塗っておいてますね、前髪するんで。はい、したら最後リップなんですけど、ペリペラウォーターペアティント07番ミュートパラダイス、
なんかどっちなんですかね、静かなのかパラダイスなのか黙れって感じなんですけど、これですね、これも上気に入りで結構ほぼなくなっちゃってます。カルカルちょっとなくなってきた。あーね、食べた。こんな感じで可愛いんですよ。ピンクなんだけど、最近流行りのツヤリップなんだけど、ちょっとなんか暗いツヤリップっていうか、明るすぎない、こんくらいでちょっとオレンジも入ってるよみたいな。で、なんかピンクメイクしてない時とかは、ピンクすぎたらリップだけちょっとはみ出ちゃうというか、チークとリップだけがどうみたいな。でもなんかそういうのいろいろ考えたら、これかわいいって思って、ティッシュオフ。で、ちょっとリッパーオーバーめに塗ります。塗ったら、上、ここの上唇の境目をこうやってちょっとね、ぼかすんですよ。ちょっとオーバーリッパー、こっから、こっからのどんどん色が薄くなってってるけど、ちょっとだけオーバーリップみたいな。そしたらディオールのマキシマイザーの001番、まあね、もうずっと使ってますね。で、1、2年、これを重ねます。ちょっとちょっと最強、ツヤツヤすぎるやろツヤツヤすぎるやろ、ほんまに。塗れば塗る方が可愛いって思っちゃってるんで、全然そんなことないんですけど、はい、ちょっとツヤツヤすぎるくらいで、まあすぐ落ちるしいいんじゃないでしょうか。はい、ということで前髪下ろしてきました。はい、ちょっと前は一応ピンクメイク結構してたんですけど、なんか明るくなって、またこれもこれでいいかなって思ってます。はい、アイシャドウもなんか結構 薄め意識してるので、どうですか、いいですか。でもちょっと指摘とかあったら YouTube のコメント欄書いてください。はい、ぜひ参考になったら嬉しいです。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。